こんにちは。すすきのから青池へ向かっています。すすきのから札幌 IC までは30分くらいでした。札幌 IC から旭川 IC までは1時間半くらい。高速の料金は3500円くらいでした。時刻は9時30分になりました。ニュース、道路情報、途中の砂川 SA で休憩しました。担当は畑野裕太アナウンサーです。はい、お伝えします。最初に先ほど入ってきた情報です。大気町の宇宙ベンチャー、この日は朝は曇っていましたが、昼前から晴れてくれました。天気がいいと空が広く感じて気持ちがいいです。天気がいいのでバイク乗っている人もたくさんいました。旭川 IC が近づいてきました。北海道の高速道路は車幅が広く運転がしやすかったです。7月の連休ですが、そこまで道路が混んでいなかったです。無事料金証突破、3380円でした。旭川から美瑛町の青池まで南下していきます。旭川インターから美瑛町まで1時間弱ぐらいだったと思います。途中お花畑がありました。後で調べるとデルブ農家というらしいです。とても鮮やかで綺麗で、のりけんな気持ちになりました。おめが、にっこり。途中道の駅があったので、ここを左折します。この辺りから渋滞していきます。残り 400m まで来て、さらに進むのに30分ほどかかりました。この時まだ12時ぐらいだったと思います。では、この間に少し青池の説明でも。十勝岳の防災工事の際、堰堤に溜まった水が、不思議なほど青い色をたたえ、立ち枯れのカラマツと相まって、幻想的な風景に、いつしか、青池と呼ばれるようになった。水面が青く見える不思議な池。立ち枯れたカラマツが幻想的な雰囲気を醸し出しています。季節や天候によって様々な青い色が楽しめます。雪解け水が多く流れ込む春は少しグリーンブルー、緑色に、初夏はライトブルーに見える日も多い。新緑と池のブルー対比や、秋の紅葉に彩られた水面など、真冬は池が凍結し、一面白い世界に、四季折々に異なる表情が楽しめる。以上、美瑛町の公式 HP よりお借りしました。
さて、駐車場に到着して青池行きます。階段を上っていきます。空が青くてとても綺麗です。売店があって、ソフトクリームなどが売られています。行列がすごかったので、ベロは諦めました。さて、いよいよ青池です。あまりの美しさに息を呑みます。近づいてみました。コバルトブルーです。少し移動してポジションを変えます。静止画の画像です。太陽の当たり方で色が違います。またしてもポジションを変えます。まだ落ちて泳いでるから。これね、意外にね、あれ、見えますね。もうたん、こっちよ。青いです、本当に。ぜひ皆さんも来てください。静止画の画像です。十分堪能したので、キロに着きます。駐車場は500円でした。こんなのどかな道大好きです。ご視聴いただきありがとうございました。